手線はまさに首都の大動脈ですから影響大きいですよね、うん、運休した列車は2日間で570本近く回りました。どうもこんにちは。東洋経済オンライン YouTube チャンネルリポーターの中島美玲香です。東洋経済オンライン編集部長の竹和秀明です。チャンネル登録してご覧いただいている皆様、いつもご視聴ありがとうございます。本日の3つのポイントはこちらです。 1. 10月下旬に JR 山手線の内回り電車は池袋新宿大崎間が丸2日間止まりました。2. 渋谷駅の山手線ホームを内回りと外回りで一つに統合する計画です。3. 2027年度の完成に向けて、あと2回の線路切り替え工事を予定しています。というわけで今日は東洋経済オンラインから山手線2日間運休、渋谷駅大工事、何をどう変えたをテーマにお届けします。竹政さん。うん、10月22日の終電から25日の始発までの間、内回り電車の池袋、新宿、大崎間が止まってしまいました。2019年11月も高輪ゲートウェイ駅開業に向けて品川駅の線路切り替えを実施しましたが、山手線がストップしたのは14時間でした。うん、今回は丸2日間にわたる運休です。どんな工事が行われたんでしょうか。山手線はまさに首都の大動脈ですから影響大きいですよね、うん、運休した列車は2日間で570本近く回りました、はい、渋谷駅の山手線ホームは現在、はい、内回りと外回りで別々になっていますが、うん、最終的には一つに統合する計画なんですよ、はい、今回の工事は山手線内回りの線路を埼京線側に横移動し、ホームの統合に向けて幅を広げました、うん、ホーム改良含む駅全体の完成予定は2027年度なんです、はい、運休するのは渋谷駅だけで良かったのではないでしょうか。ターミナル駅の池袋、新宿まで使えないのは大打撃です、うん、JR 東日本によると、はい、渋谷駅の前後で折り返しできる設備は、うん、池袋と大崎のみで、これが運休できる最短距離だそうです。なるほど。折り返し駅で区切る必要があったわけですね。うん、はい。さらに、線路を移動させた後でないと、はい、ホームを広げる部分も作れないそうです。うん、現在、渋谷駅の山手線内回りは、はい、仮の工事用の線路の上を走っています。この仮線路を最大 4.2 メートル横に移動させる必要がありました。すでに一部は移動済みでしたが、はい、これとつながるよう全長145メートル動かすのが今回の工事の目的の一つでした。145メートルの線路を動かす工事に2日以上が必要だったわけですね。はい。工事直前まで線路を電車が走っているので、はい、終電後でないと作業に取り掛かれません。はい、線路を切り替えた区間の長さはホームの前後を含む481メートルありました。481メートルの線路を移動させると考えるとかなりの長さがありますね。かなり長いですよね、はい、工事には約40台の作業用車両を購入しましたが、うん、主体は人力です。はい、すごいですよね。すごい。山手線外回りと埼京線下りの2本の線路に挟まれていまして、はい、工事中もこの路線は運行を続けています。うん、線路上走行できるクレーンの使用は2台に限られました。はい、とても危険で慎重さが求められる工事ですよね。もちろん両線との間に柵がありましたが、はい、一歩間違えたら事故になりかねません。はい、電車が発着するために重機をストップし作業を進める必要がありました。はい、恵比寿側ではですね、事前に施工した線路につながるように従来の線路を約2メートルずらして高さを最大20センチ持ち上げたと。で、原宿側も一部線路を約10センチだけ埼京線側に移動させています。人力が主体の大工事、頭が下がります。はい、今回の工事に携わったのは、はい、JR 社員と教育会社の作業員を合わせて約3300人でした。はい、無事に期間内に工事を終えることができました。はい、確か工事の完成は2027年ですよね。運休が必要な工事はまだ残っているんでしょうか。はい、渋谷駅の線路切り替え工事はあと2回予定しています、はい、うん、今回と同様の規模になる見込みです。はい、時期は未定だそうですが、次回は山手線の内回り外回りホームが一つになるんですね。おお、すごい。ついに完成に近づくわけですね。はい、
まだ仮コンボの段階で、渋谷駅の改良全体が完成するわけではないそうですね。2027年に JR 駅が工事を終える頃には、様変わりしてそうですね。いや、かわいそうですね。100年に一度の渋谷の大変化を象徴しているようです。はい。ということで、今日は東洋経済オンラインから、山手線2日間運休、渋谷駅大工事、何をどう変えたをテーマに、東洋経済の長野景俊記者のレポートをお届けしました。気になった方は、ぜひ概要欄のリンクからチェックしてみてください。